ボハイブニング、どうもメイソン大川です。初めましての人はどうぞよろしくお願いします。ということでね、今日もやっていきましょう。ということで、ワールドカップアジア地区予選が、無事にですね終わったわけなんですけれど、皆さん見ましたか？はい、そうですね、日本もうニュースでもねたくさんやってるのでもう見てるかなと思うんですけれども、日本ですねグループ F2 ということで、ワールドカップの出場権を獲得いたしました。おめでとうございます。はい、にバスケットボールファンの皆さんはねこの日を待ちの望んでいたんではないかなというふうに思うんですけれど、いかがでしたでしょうか。まあ、さっとね、カタール戦、どうでしたか。まあね、まあ、シュートもよく入りましたし、まあ、カタールもですね、まあ、ちょっとイージーミスだったりこうターンオーバーが結構多かったんじゃないかなっていうところはあるのかなと。ぴったりねダブルスコアですよね。96対48のダブルスコアで、まあ、日本が勝利したんですよね。まあ、おそらくは勝つんじゃないかなって思ってた人がねたくさんいたんじゃないかなというふうに思うんです。そしてですね、なんと地上波でねフジテレビで放送するという、僕の知ってる限りでは多分 B リーグの開幕戦以来地上波で放送するなんてことはなかったんじゃないかなっていうふうに思うんですよ。いやー、本当にそういう意味ではこの本当にワールドカップ出場っていうことは大きな意味をね持ってくるんじゃないかなというふうに思います。もちろん八村選手だけではないのですね、 NCAA に活躍されてる選手はいらっしゃいますので、まあ、そういう選手もね選ばれてきたら本当に面白くなるんじゃないかなというふうに思います。ワールドカップに関して言えば手書きでもですね1勝2勝3勝と勝ち星を挙げたいわけですよね。世界的な戦いで見た時に日本の勝利っていうのはほぼないんですよ。ほぼなくて、もう結構多分次1勝したら本当歴史的な1勝になるんじゃないかなぐらい、こう世界大会での勝利っていうのはないんですよね。なのでこうぜひね日本一丸になってね勝利をね掴み取ってほしいなというふうに思いますよね。一応順位表をね確認していきたいなというふうに思います。グループもちろんね皆さん知っていると思うんですけれども、グループ E とグループ F2 つの、グループに分かれて、アジア地区はですね最終の二次予選が行われていましたよね。そしてグループ E の方から見ていきましょう。そうですね、グループ日本はグループ F に所属しておりまして、先にグループ E の方から見ていくんですけど、グループ E ですね、1位がニュージーランド、はい、そして2位が韓国、そして3位がヨルダン、4位が中国。ちなみに中国はワールドカップの開催国であるため開催国枠というものが与えられておりますね。5位がレバノン、そして6位にシリアというふうになっております。はい、そしてグループ F、 日本のいるグループ F を見ていきましょう。もちろん1位ですよ。1位がオーストラリア、そして2位に日本と、はい、そして3位にイラン、4位にフィリピン、5位にカザフスタン、6位にカタールというようなね、最終的な順位になりました。もちろん勝ったことはいいんですけれども、きっとおそらくねこう課題なんかもねきっと見えてきたんじゃないかなというふうには思います。こう世界大会に向けてですね、また本当に日本一丸となってね、頑張ってほしいなというふうに思います。はい、今週末になるんですけれども、一旦日本代表戦はねここで終わって、また3月今週末からですね B リーグの、B1 の方がですねまた試合が始まっていきます。そして今週末には W リーグのプレーオフの決勝戦も控えております。なのでねぜひそちらの方も注目してみていただきたいなというふうに思います。ということで今日は、こんな感じで終わっていくんですけれども、終わっていくんですけれども、またねなんかこういろいろこういうことやってほしいな、あんなことやってほしいなってことがありましたらね、ぜひぜひコメント欄いただければ、なるべくね、皆さんのこのご要望に応えられるようにちょっとやっていきたいなというふうに思っておりますので、よろしくお願いします。あ、そうだ、ですね、
こんな恥ずかしくて言えないんですけど、チャンネル登録者数38人になりました。ありがとうございますいやね、でも非常に嬉しいです。本当にありがとうございます。これからですね、ちょっと活動の幅を、広げていきたいなというふうに思っておりますので、そちらの方もね、もうちょいにこう僕の中で指導していこうかなと思ってますので、まあ皆さんにとってね、面白いような動画が作れるように私も努力してまいりますので、今後ともね、よろしくお願いしますということでね、今日はここら辺で終わっていきます。皆さん、ひずめピースって知ってますか？ひずめピースしてバイバイしていきたいと思います。はい、それではね、また会いましょう。 See you next time. バイバイ。